皆様、週末いかがお過ごしでしょうか。今週も始まりましたハイチのダラダラジオでございます。ぜひね、ゆっくりしていってください。で、今週は夢は変わってもいいよねみたいな、そんな感じのテーマになってるかと思うんですけども、講演会とかをねさせてもらう中で質疑応答を、受けることが多くてというか、それをほぼ必須でやらせてもらってるんですけど、それが楽しいんでね、質疑応答してる時間がすげえ楽しいんで、そこをね大事にしてるんですが、割とこの夢っていうワードの質問が出てくることが多いんですよ。もちろんその勉強関係とか、その集中力の持たせ方はとかね、そういったものがやっぱりメインにはなりますけど、結構夢っていうのがあったりして、で、その中でね、最近こう、気になるというか、みんなにもちょっとシェアしたいなと思ったのがこのタイトルね、夢が変わってもいいんだよねっていう。で、夢とか目標とか、志望校はちょっとずれちゃうのかもしれないけど、それが変わるのって皆さんなんかネガティブというかさ、ダメな感じしません？で、もっとちょっと嫌な言葉を使うか、夢がコロコロ変わる、目標がコロコロ変わるっていうのはどうです？これはね、誘導尋問みたいになってるからね、なんか嫌な気がしますねって言わせたいんでしょって思うと思うんだけど、そうなんだけどさ、で、もうそう思ってる人が多いなって思うんですよ。でも実際俺が中高あたりはすごい思ってたもんね。初志貫徹っていう言葉があるぐらいだからさ、自分が最初にね志したものをそのまま貫き通すのがかっこいいよ、美徳だよっていうのは、もちろんわかるし、それも実際そうだと思うのよ。それすげえかっこいいじゃん。例えば小学校の時にね、じゃあ野球に興味を持ちましたね、ほにゃらら選手に憧れてって、でそれを打ち込んだ結果ね、そのプロ野球選手になって、メジャーでも活躍なんていうストーリーができたらさ、めちゃめちゃかっこいいよね。だからそれはもちろんかっこいいの。ただみんながそうじゃなきゃいけないっていうことではないと思うんですよ。で、自分がねどういうふうに考えてるかっていうと、例えばじゃあみんなが今あるものに興味があるとします。それが夢とか目標みたいな大きな言葉まで言ってなかったとしても、何かに興味があるとしますよね。で、俺人の興味っていうのはもう宝物だと思ってるんですよ。興味は宝物。なぜかっていうと、このね世の中あまたさ選択肢があるわけよ。めちゃくちゃある選択肢の中で興味を持てたっていうのってすごい奇跡だと思いません？なかなかアンテナに引っかかんないぜ。だってほとんどのものがすり抜けてくんだから、引っかからないでね。でもそれが興味を持てたと。で、じゃあある、じゃあ A っていうものに興味を持ったとして、あれさA だとあれだね、じゃあスポーツで、じゃあバスケにしよっか、バスケに興味が持ちましたと。でね、バスケ楽しいな、ちょっとやってみたいなと思ってます。で、実際ね、じゃあ休み時間とかで遊んでますみたいなことがあるとしますよね。で、じゃあそれがもっと大きくなっていって、じゃあ本当にクラブチームに入って練習を、ね、週3週4で打ち込んでいるみたいな、めちゃめちゃやってるじゃん。でもある時に、じゃあ何かのきっかけで、何がいいかな、じゃあアルティメットってわかるかな、フリスビーをみたいに使ったそのゲームがあるんですよ。俺は好きなんですけど、じゃあアルティメットにしよう。じゃあアルティメットマニアック、やめとくか、伝わんねえな。じゃあバレーボールにします。バレーボールね。じゃあバスケめちゃめちゃ頑張ってたんだけど、じゃあ何かの試合なのか、誰かのなんか話を聞いたなのか、何かのきっかけで、あ、なんかすげえバレーやってみたいなって思ったとしますよね。でもそこまでバスケをさすごい打ち込んできました。で、しかもじゃあ学生だったらさ、保護者の方の協力だったり、じゃあバッシュ買ったりでお金かかったりっていろんなものがありますよね。そこまでの歴史があると。だからなかなかさ、それを切り替えるので難しいじゃないですか。で、もちろん絶対切り替えなきゃいけないってわけではなくて、興味を持ったらすぐそっちに飛びつくっていうよりも少し時間は欲しい。1週間ぐらいしっかり考えてとか、ちょっとね、人ってさ、興味を受けた瞬間が一番熱量がやっぱ高いのよ。で、熱量が高いとどうしても新しいものの方がよく見える。これはそのものでもスポーツとかでもそうだし、多分人もそうなんだよね。人もそう見える。だから恋愛してる時とかに、じゃあ今お付き合いしてる人がいるんだけども、なんかね、新しくこう来た人の方がよく見えるみたいな、多分それもつながってると思うんだけど、そうそう、絶対落ち着かなきゃいけない。一回ね、ちゃんと整理しなきゃいけない、頭の中を。で、落ち着いた上で考えると。でさ、じゃあ新しいバレーボールがやっぱりゆっくり考えて、しっかり考えたとしても、そっちをやりたいなって、どん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 自分の中の思いが膨らがっていくと。じゃあその思いをこう押し殺してまでバスケを続けるべきなのかなって。もちろん今までのもさ、歴史があるからね、親にも悪いしとかさ、反対されるかもしれんってなるかもしれないけど、もう
あっちの方がいいのになって思ってる状態で続けるもの、バスケは、これ今回だったらバスケだよね、はもう伸びしろもさ、もうたかが知れちゃうじゃないですか。だし、もともとすごいこう興味を持ってたもの以上の興味を持ってるわけですよ。つまり興味がアップグレードアップグレードされてるわけですよね。だからそれってすごいことだと思うんです。さっきも言ったみたいに、人の興味っていうのは奇跡的、もうミラクルなのよ。そのミラクルで出会ったバスケっていう興味、その興味を上書きされちゃうぐらいのインパクトがあったものに出会えましたって、なら別にそれが夢とか目標がね、そのやるものが変わったって、すごい大切な一歩を踏み出していることだと思うんです。特に学生の時はそれが絶対やった方がいいと思う。社会人になったり、でも自分みたいにも37で家族がいたりするとさ、なかなか難しくなる。まあ、それでもちゃんとね、もう学生の時以上にいろんなことを整理して周りの方の理解も得てっていうのが必要になっちゃうけどね。そうだけど、学生のうちだったらやっぱりこう自分の興味関心っていうものをとにかく大事に突き進んでみる。でそれで違ってバスケに戻ってくるだっていいじゃん。まあ、周りがああだこうだ言うかもしれないけど、自分の興味関心として大事なものだよね。そこにある程度素直に生きていくっていうのは、やっぱり大事にしていってほしいなって思うの。今ね、すごい本当世の中がこう選択肢にあふれた、世界にみんないるから、そのやっぱネットがね発達したことで選択肢も増えているからさ、だから余計にそういった自分の興味関心っていうのを大事にしていってほしいなと思って、なので夢が変わったっていいんだぜって、昨日ね楽しい好きって思ってたものが今日ねなんか違うなって思ったっていいんだって、コロコロ変わっていこうぜ。そうでもそのコロコロ変わっていいんだよっていう、その気持ち何か2つのものを比べるときにちゃんと冷静に比べる力というか、そこの目線、それもすごく大事だから、その部分をしっかり自分の中でこう育んでいくというかね、育てていくんだっていうものを意識しながら生きていけると、みんなが例えば3年5年経った時に自分の歩んできたその道を振り返ったら、やっぱ感じ方がすごいポジティブなものに感じるんじゃないかなと思ったので、今回ねこの話をさせてもらいました。はい、ということで今日もねここまでお付き合いいただきありがとうございます。またね次回喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは本日一日じゃないボイシーの方で言っちゃった、ごめんなさい。今週1週間がね皆さんにとって良き1週間になることを心より願っております。また次回お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。